残り物には福がある。プロ野球のドラフト会議ではそんな言い古された格言が現実に起こることがありますが、その象徴的なものがハズレ1。ドラフト1巡目の抽選入札に外れた球団が代わりに指名する、いわば2番手の選手のことで、ハズレ1位で指名された選手としてはプライドが傷つけられることも少なくありません。ところが当初は期待されなかったハズレだと思われていたと思いきや、後になってみたら実は大当たりだったという選手も中にはいるのです。よって今回はハズレ1位の中からえりすぐりの5選手を紹介していきますので、胸を打つ秘話に触れたい方はご一緒にどうぞ。現役バリバリのプレイヤーの中で言えば、この人を外すわけにはいきません。阪神タイガース最強の核弾頭、近本浩二。プロ入り5年で盗塁王4回、最多安打1回、ベストナイン3回、ゴールデングラブ賞3回など輝かしい功績もさることながら、2023年は38年ぶりの日本一でも大きく貢献。日本シリーズでは MVP に選ばれるなど、今や押しも押されぬ球界を代表するスタープレイヤーの一人に数えられる近本ですが、彼がドラフトで指名されたのが2018年のことでした。この年は高校生の豊作イヤーとも言われていて、優勝した大阪桐蔭の藤原恭太や根尾昭、さらには秋田県立金足農業のエース吉田恒成に、報徳学園のショート小園海斗など、夏の甲子園大会で活躍した高校生たちがドラフトの目玉として取り上げられていました。そのためどの球団もドラフト上位で高校生ルーキーを指名してくることが確実視されていましたが、それは人気球団阪神も同じ考えでした。この年のドラフトで阪神が重複していたのが外野手で、ペナントレースではセリーグ最下位に甘んじていた阪神は、来季以降の巻き返しのためには福留孝介や糸井嘉男などベテラン中心だった外野手を一新させる必要があり、中でも当時編成部門のキーマンだった島村聡現球団本部長が、あの年はセンターラインを固めることが絶対的なテーマだったと話しており、センターを中心とした若手獲得が史上命題だったのです。そんな中で阪神が最初に1位で指名したのは高校生ルーキー大阪桐蔭の藤原恭太。地元の注目選手だけに楽天ロッテと競合することになりましたが、結果は阪神が外れくじを引いてしまい、さらに外れ1位となる2巡目でも立命館大学の辰巳を指名するも、楽天巨人ソフトバンクと重複し2連敗。熱狂的なトラファンはさぞかしがっかりしたことでしょうが、外野手2人を取り逃した阪神が3人目で指名した選手というのが大阪ガス所属の好打者近本浩二だったのです。いわばそれは外れ1位どころか、もっと残念な外れ1位。しかも171cm 67kg とプロ野球選手としては小柄だったこともあり、ファンからはドラフト1位で取るのは無理があるでしょ、2位でも取れたはずよ、期待できません、今年のドラフトは不作などと揶揄される声が続出したのです。とはいえ当時は高校生ばかりが注目されていたため、知名度こそ多くはありませんでしたが、実は近本は社会人野球界では名の通った選手でした。この年の都市対抗野球ではフェンス直撃の弾丸ライナーを放つパワーや、外野を越えた一打を三塁打にしてしまう走力に加え、守備ではセンターズ上の打球を配送しながら一度振り返っただけでスーパーキャッチするなど、走攻守揃った実力を見せつけていました。そのため小柄な体が全くハンデにはなっておらず、むしろ力強ささえ感じるほどの瞬発力の持ち主でしたが、近本の良さはプレーだけではありませんでした。2018年の夏の終わり頃、雑誌のドラフト特集の取材で、近本が所属する大阪ガス野球部の幹部が、近本が抜けるのはもちろん野球部としても大きな痛手ですけど、会社としてはもっと痛手かもしれませんよ、社員としてもあんなに優秀なやつそうはいませんから、と語っていて、近本は人間性も頭脳も社会性も優れた社員で、その幹部は普通に社業だけやっていたら重役ぐらいなれるとも断言するほどでした。要は社会人としても大阪ガスが誇る有能な逸材だったわけですが、この取材の最後には、これだけの選手なのにメディアの取材なんて今日の一件だけなんですよと幹部から取材記者が感謝されていたそうで、近本はそれぐらい光る原石のような存在だったのかもしれません。そんな有望な選手だったこともあり、近本の存在がファンに認められるまでにそう時間はかかりませんでした。2019年春季キャンプからオープン戦を通じて存在感をアピールした近本は、当時の矢野新監督のもとヤクルトとの開幕戦から2番センターで先発起用。すると1点ビハインドで迎えた6回裏の第3打席で、ヤクルト先発の小川康弘から値千金の同点タイムリースリーベースを放つという、プロ入り初安打初打点を最高の形でマークします。その後4月からは1番に定着した近本は13試合連続安打の球団新記録をマークしたほか、4月中の球団最多ホームラン記録も更新。ファン投票2位で選出された7月のオールスターゲーム第2戦では、史上初新人による先頭打者ホームラン、さらには2人目のサイクルヒットも達成し、なんとルーキーイヤーにしてオールスター MVP にも選ばれました。さらにシーズンでは
9月19日に154本目のヒットを放ち、あのミスター長嶋茂雄が58年から保持していたセリーグの新人安打記録を更新。最終的にこのシーズンは142試合に出場して打率2割7分1厘、9ホーマー42打点をマークするなど、ルーキーらしからぬ貫禄の打撃を披露したのでした。そして何より圧巻だったのは36盗塁を記録しての盗塁王の獲得で、新人王の盗塁王は2001年の赤星憲広以来、 NPB では史上2人目となる快挙となりました。ちなみに19年シーズン、阪神が抽選で外しロッテに入った藤原恭太は1軍出場が6試合、楽天に入った辰巳亮介が打率2割2分9厘止まりで、近本ほどのインパクトもブレイクも果たせず、他のドラ1選手を見ても近本ほどの存在感を放った選手はいないため、同年ドラフト1番の出世頭となったのはプロ野球の面白さが凝縮された出来事でしたね。その後2年目のジンクスをもろともしなかった近本は盗塁王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞の常連となり、球界を代表する名選手となったことは言うまでもありませんでした。1989年のドラフト会議は史上最も注目された選手がいました。新日鉄栄の剛腕投手野茂英雄、ロッテ、太陽、日本ハム、阪神、ダイエー、ヤクルト、オリックス、近鉄から1位指名を受け、今は亡き球団近鉄が交渉権を獲得。くじ引き通り近鉄入りした野茂は1年目から最多勝利、最優秀防御率など実に8冠に輝く驚異的な活躍を見せ、球界にトルネード旋風を巻き起こしたほか、95年にはアメリカへ渡り、日本人メジャーリーガーのパイオニア的存在と呼ばれるようになりました。一方でそんなレジェンド野茂英雄を外した7球団は外れ1位を指名していったわけですが、その中でも特に前評判が低かったのが当時の太陽ホエールズ現横浜 DeNA ベイスターズが指名した東北福祉大の佐々木和弘でした。全日本大学野球選手権大会で2度の準優勝を経験した投手でしたが、不安視されたのが怪我。大学時代は故障続きで腰の手術を受けたこともあり、それがドラフト指名する上でのネックになっていました。実際ドラフト指名された時、佐々木本人は僕は欠陥商品ですからと話しており、当初佐々木は大学卒業後のプロ入りを拒否していたのでした。それでもホエールズのフロントは熱心に説得を行い、その思いに応える形でプロ野球への挑戦を決断。ただ佐々木の1位指名に対し、スタミナやフィジカルの弱さなどから懐疑的な見方をする専門家や球界 OB も少なくなく、その予想が当たるように入団1年目の佐々木は先発で起用されたものの、中盤に球威が落ち、スタミナ面で課題が残る投手だったのです。つまり入団時の専門家たちの不安が的中した形となりましたが、同じシーズンにプロ入りをし、タイトルも総なめにした新人野茂と比べると実力差は歴然。当時のホエールズファンも1年目のドラ1ルーキーにはさぞかしがっかりさせられたことでしょう。ところが1991年のシーズン中、転機が訪れます。当時須藤豊監督のもとリリーフを務めていた遠藤豊が故障した際、ホエールズは遠藤の代役探しに追われたわけですが、ここで新たなリリーフとして白羽の矢が立ったのが佐々木だったのです。スタミナには不安のある佐々木ですが、短いイニングなら全力投球で相手打者をねじ伏せられる力を持っていたことを首脳陣は見抜いていたのでした。するとこれを機に状況は一変し、速球と落差のあるフォークボールを武器に佐々木は高い奪三振率をマーク。8月28日の広島戦では見逃し5球、空振り4球の3者連続3球三振と1球もバットに触れさせることなく抑え込むなど、完全に生まれ変わった姿がそこにありました。これできっかけをつかんだ佐々木は翌92年には開幕から1年間ストッパーを務め、中継ぎの森田から佐々木への継投リレーが勝利の方程式に、相手チームからは7回までが勝負と意識されるようになり、佐々木はこの年最優秀救援投手に輝いています。このリリーバーとしての地位を確立した佐々木を見て、ある新聞記者が大英作品のキャラクター大魔神に見立て浜の大魔神と命名。太陽ホエールズから横浜ベイスターズに名前を変えていたチームの守護神として、その名の通り相手チームに大きく立ちはだかる大魔神的な存在となったのです。そして95年からは4年連続でセーブ王を獲得した佐々木は、98年にはキャリアハイとなる45セーブをマーク。この年最優秀救援投手、最優秀投手、ベストナイン MVP、 勝利期松太郎賞を受賞した佐々木は、横浜ベイスターズの38年ぶりとなる日本一にも大きく貢献するなど、その時代を代表する最強投手として佐々木は崇められるようになりました。さらに代名詞となった浜の大魔神が流行語大賞に輝くなど、プロ野球界の枠を超え一躍時の人となった佐々木は、2000年からメジャーに移籍してシアトルマリナーズの投手として4シーズンで129セーブを記録。日米で異次元の成績を記録した佐々木は、同じ年のドラ1野茂英雄とも肩を並べるほどの投手へと駆け上がっていったのでした。その後時は流れて1995年、この時のドラフトでも目玉となる選手がいました。高校の天才バットマン福留孝介。かつての高校野球の名門 PL 学園の高校生福留は2年生の春と3年生の春夏甲子園に出場し、プロ顔負けの鋭いスイングと俊足でスカウトたちをうならせると、中日、巨人、ヤクルト、近鉄、日本ハム、ロッテ、オリックスの7球団が1位指名。高校生としては PL 学園の先輩清原和博の6球団を上回る球団数となりましたが、抽選の末近鉄が交渉権を獲
得したため、中日から巨人への入団を希望していた福留は高校卒業でのプロ入りは断念し、社会人野球の日本生命に進むことを決めました。そんな福留の1位指名を外した残りの6球団は別の選手の指名が求められたわけですが、実はこの時中日では事件が起きていました。外れ1位で中日は東海大相模のキャッチャー原俊介を指名しましたが、これも巨人と重複し、抽選の結果外してしまうと東証こと球界の暴れん坊指揮官星野仙一は不機嫌モード全開に。この時星野監督が投げやりになったのか、もう勝手にせえと口走り、誰でもいいからお前らで決めろとスカウト陣に任せて円卓から立ち去っていきました。その現場にいたスカウト兼監督付き広報の早川実の話によると、星野監督は福留を外した段階で頭に血が上った様子だったといいます。そしてその場を任された早川スカウトら中日陣営が外れ外れ1位で指名したのが熊本工業高校の荒木正弘でした。実は荒木は早川スカウトが九州地区担当としてずっとマークし続けていた高校生でしたが、早川は当時の荒木について、派手なプレーはないし広範囲の守備力があるわけでもない、でも自分の守備範囲は確実にアウトにできた、それと足がちょっと速かったと説明していて、ドラフト1位で狙っていた福留が取れても荒木を4位で取りましょうという話になっていたことも明かしています。実は星野監督はかねてから優秀なショートが欲しいと熱望していて、荒木はそのリクエストに応えうるドラフト候補だったわけですが、それにしても4位指名の候補を1位で指名するのは通常考えられない話で、これは荒木本人にとっても想定外の出来事でした。荒木自身ドラフト1位で指名されるとは全く思っていなかったため、嘘だろ勘弁してくれよというのが素直な感想だったと後のインタビューで明かしていて、ドラフト会議後の星野監督は、俺は知らんわ早川に聞いてみろと怒りをあらわにしたそうです。ドラフト当日の一件に関しては早川スカウトを信頼しているからこそ指名を任せたわけですが、まだ純粋な高校生だった荒木にとって衝撃的なプロ入りとなりました。入団した頃のことを荒木は、打てる選手ではなかったですし、本当にドラフト1位で指名されるような選手ではありませんでしたから、入学直後の私を見てレギュラーを取れると思った人はいなかったんじゃないですかねと語っており、将来性すら全く未知数という状況の中、荒木のプロ生活はスタートしたのでした。そんな荒木は案の定ドラフト1位で入団したものの、1軍に定着せず鳴かず飛ばずの日々を過ごしていましたが、状況が大きく変わったのは2004年。この年から伝説の三冠王落合博満が中日を率いるようになった中日は、選手たちに猛練習を課すようになり、特に期待の若手だった荒木、井端、森野の3人に対しては当初から徹底的にスパルタ教育を施していきました。その結果信頼を勝ち取った荒木は、内外野でポジションが固定されていませんでしたが、本職となるセカンドを任されるようになり、138試合出場で176安打、打率2割9分2厘、3ホーマー44打点、39盗塁というスタッツを残し、これまでにないほど急成長、ベストナインとゴールデングラブ賞をダブル受賞するなど一流プレイヤーの仲間入りを果たしたのです。中でも飛躍的に成長したセカンドとしての守備力は別格で、荒木の守備は落合も認めるレベルにまで到達し、とにかく練習を重ねる努力の姿は天才も簡単とさせられたそうです。荒木自身も当時の練習について、守備が飛躍的に向上したのは取れそうで取れないところへ打つ落合ノックをひたすら受けたからです、あれだけノックを浴びたのは野球を始めて初めてのことでしたと練習量の凄まじさを明かしています。そしてこの頃ショートの岩田とともに作り上げたのが、ご存知荒木岩田による鉄壁の洗い場二遊間であり、その守備力の高さは歴代最強と言っていいレベルでしたよね。その後の荒木は6年連続でゴールデングラブ賞を受賞し、中日ドラゴンズ黄金期の立役者となり、21年という長きにわたり中日一筋の名手として愛され続けたのです。荒木が引退した2018年、 CBC のテレビ番組サンデードラゴンズに出演した落合は、2軍の内野守備走塁コーチに就任した荒木に対して、監督在任の8年間で後にも先にも練習やりすぎだから、もうその辺でやめておけと言ったのは荒木一人だけ、そんな選手見たことない、だからここまでやれたんだと思う、そういう選手を育ててくれるのがこれからの荒木の仕事になる、荒木に勝るセカンドはいなかったんだからとエールを送っていて、落合がこれほど称賛する教え子は他にはいませんでした。いかに落合が荒木を信頼していたかは分かりますが、彼がもし中日に入団することがなければこういった姿は見ることができませんでしたし、落合監督と早川スカウトには感謝ですね。個人的にはやはり守備と走塁の人が2000本安打を達成したところにロマンを感じますし、こういった選手が出てくることを楽しみにしたいと思います。そして2010年、このシーズンオフは早稲田大学を卒業する斎藤佑樹のプロ入りに注目が集まっていて、早稲田実業時代に甲子園のスターだったハンカチ王子を中心に話題が沸騰していました。最終的に斎藤は大学卒業時のこの年のドラフトで日本ハム、ロッテ、ソフトバンク、ヤクルトの4球団が競合して、日本ハムが交渉権を獲得すると連日のようにニュースで取り上げられ、どこへ行っても大人気になるほどのゆうちゃんフィーバーが巻き起こりました。この頃北海道内のシンクタンクは斎藤の日本ハム入団による経済効果を58億円として
試算するなど斉藤佑樹を中心とした社会現象が巻き起こりましたが、他にも同じ早稲田大卒の大石が6球団競合の末西武へ入団するなど、この年は大学野球界が豊作と言われています。しかしこの時セリーグのある球団は苦悩の中にいました。東京ヤクルトスワローズ、この時のヤクルトは1位で斉藤を指名しましたが、残念ながら外れてしまい、外れ1位として八戸学院大学の塩見隆弘を指名するも、楽天との一騎打ちの末外れ、とにかくくじ運から見放されたヤクルトでしたが、外れ外れ1位として指名したのが大阪履正社高校の山田哲人でした。ところがこの指名、野球評論家たちからするとドラフト上位で指名される選手ではないという批判的な声が多く、特に山田自身ドラ1選手に多い、子供の頃からズバ抜けた野球センスは持ち合わせていなかったそうです。山田自身もある週刊誌の記事で、小学生や中学生の時はそこそこ上のレベルにあるとは思っていましたが、プロに行けるなんて思わなかったですし、どこかの高校でレギュラーを取って甲子園に行けたらいいなと思う程度で、と少年時代を振り返っています。しかし山田は当然のことながらプロ入り後即戦力としては期待されず、1年目は1軍での試合出場はありませんでしたが、翌年は26試合、3年目にはようやく3本のホームランを放つなど少しずつ成長、そしてプロ4年目の2014年、杉村茂打撃コーチのマンツーマン指導を受けるようになると、山田の運命は大きく動き始めます。山田は杉村コーチとの間で週に7本のヒット、月に30本のヒットと3本のホームランを目標にトレーニングメニューを構築。山田はその時の秘話を、杉村コーチがその目標に近づくことができれば約6ヶ月で打率3割ホームランは20本ぐらいだろうと言ってくれたんです、と語っていて、分かりやすい指針を立てたことは練習内容がブレやすかった自分には合っていると思ったそうです。そしてこの目標設定作戦が功を奏し、山田はヒットを量産、シーズン終了時には打率3割2分4厘の好成績を残し、190安打で最多安打のタイトルも獲得するなど、プロ入り後に眠っていたポテンシャルが一気に開花しました。そして2015年、打率3割2分9厘38ホーマー34盗塁を記録して史上9人目のトリプルスリーまでやってのけた山田は、ホームラン王と盗塁王も同時受賞、プロ野球史上初の快挙を達成します。さらに山田は16年と18年にもトリプルスリーを達成しており、長いプロ野球史において後にも先にもトリプルスリー3度受賞者は山田ただ一人で、それ以来ミスタートリプルスリーと呼ばれる存在にもなったのでした。高卒でプロ4年目から一気に開花したことを考えると、まさに早熟の天才ですが、評論家たちの下馬評を覆す活躍は自身が恩師と仰ぐ名コーチとの出会いが生み出したものでした。その出会いを機に持ち前の天才的なポテンシャルを引き出し、今では球界を代表するプレイヤーとなっただけでなく、侍ジャパンの常連メンバーにもなった山田、同じ年にドラ1だった斉藤佑樹が大きな功績を残せないまま21年に引退したことを考えると、ハズレハズレ1位から見せたプロ野球界の大逆転劇は今後も語り継がれていくことになるでしょう。では最後にもう少し時間を向け戻して1982年のドラフトも見ていきたいと思います。この年のドラフトでは早稲田実業で春と夏の甲子園大会に5期連続で出場したエース荒木大輔に注目が集まっていて、その実力もさることながら端正なマスク、今風に言えばイケメンだったことから女性ファンが爆発的に急増、世間では大輔が新生児の人気名前ランキング上位になるなど、空前ともいえる大輔フィーバーが巻き起こっていました。この年のドラフトではそんなアイドル選手の荒木をヤクルトと巨人が1位指名し、抽選の末ヤクルトが交渉権を獲得、巨人は外れ1位を指名することになったのですが、それがかなり意外な選手だったのです。それが埼玉県川口高校のエース斉藤正樹、荒木と同じ高校生ルーキーではありますが、その知名度は天と地ほどの差がありました。高校に入って投手として頭角を現した斉藤でしたが、3年時の全国高校野球選手権大会の県予選では決勝戦で敗れ、春夏通して甲子園には一度も出場できず、斉藤本人曰く3年生の6月に早稲田実業と練習試合をしたことがあり、荒木擁する早実相手に1対0という試合をして、斉藤は早実内に強烈な印象を与えたといいますが、やはり甲子園の花だった荒木と比べると見劣り感は否めませんでした。しかしその練習試合の現場にはプロのスカウトも来ていたことから、この時のイメージがあったからこそスカウトの目に留まったのかもと本人は考えていたようで、現実として巨人は斉藤を外れ1位で指名することを決めているのです。ただ斉藤曰くドラフト前にはとても熱心にアプローチしてきた1球団があったことも明かしていて、それが中日ドラゴンズ。高校生ルーキーなら東海圏や中京圏の選手を一本釣りするイメージのある中日ですが、この年のドラフトでは関東圏の斉藤を熱心に勧誘、斉藤によると中日のスカウトが必ず指名しますからと言ってくれたので、親も含めてよろしくお願いしますという雰囲気になっていたといい、当の斉藤本人も中日へ行く気満々だったと中日の指名を心待ちにしていたと後に語っています。しかし中日は1位で立教大の野口博美を指名、あれだけ熱心だった斉藤を一本釣りすることはなく、斉藤は半ば中日に裏切られる形で巨人へ入団。
断します。花がない上約束を破られるというなんとも残念なドラ1選手でしたが、この巨人入団が思いもよらぬ運命を手繰り寄せることとなります。1年目の1983年、斉藤が2軍生活を送っている時、練習を視察に来た藤田監督は斉藤の腰の回転が横回転であることに着目。それなのに斉藤はオーバースローの本格派投手だったため、そのアンバランスなフォームに合わせるため藤田はサイドスローへの転向を進めたのです。するとこれが斉藤のポテンシャルを大きく飛躍させ、1985年には先発ローテーションに定着、リーグ最多の4完封にチーム最多の12勝を挙げ急成長を遂げると、伸び悩んだシーズンもありましたが、89年からは2年連続の20勝をマーク。平成の大エースミスター完封などとも呼ばれた斉藤は、桑田真澄、牧原弘美らと巨人の先発3本柱としてチームを牽引しました。その後は2001年に引退するまでプロ通算18年で最多勝利5回、最優秀防御率3回、最多奪三振3回、沢村賞3回など数々のタイトルを獲得した斉藤は通算で180勝を挙げ、巨人軍の歴史に名を残す大エースとなりました。そして忘れてはならないプロ野球の同期荒木大輔は通算キャリア10年で39勝という成績で、結果としてどちらが大当たりだったかは日を見るよりも明らかですよね。斉藤のようにプロ野球には期待以上の結果をもたらした怪物が山ほどいますので、また機会を改めて紹介していければと思います。それでは。